ネーム40代独身さん、もちろん女性の方です。先日健康診断があったので、勝負パンツを履いていきました。勝負パンツを履いていきました。履くよね。勝負パンツ。勝負パンツ持ってる？持ってる？持ってない。勝負パンツって私のイメージって多分相当なもので、それを持ってない。勝負パンツってイメージどんな？ねえねえ、どんな？神谷さん、なんで笑ってるの？いやいや、陽子ちゃんが勝負パンツ持ってるって問題に対して、持ってないって普通に答えたのが面白かった。なんでだって、なんで私のだって勝負パンツのイメージって真っ赤なティーバッグとかのイメージなんですよ。そうじゃなくね？なんか自分の一番のお気に入りの、まあなんか見られてもすごく可愛らしいやつのことじゃないの？でも大体にして私が思う女性の可愛い下着ってフリフリすぎて、なんかこう普段の生活には適さない気がするんです。だからこそショーパンツなんじゃないの？だから T シャツ着たらフリフリがちょっと見えちゃうから、これ着れないみたいなのが、私が可愛いと思うブラだから。ああ、それは上ね。そうそう、まあ上も下もですけど、なんかその時はだからあれなんじゃないの？ T シャツなんじゃないんじゃないの？ああ、服も、服もじゃね、服も含めて、そんなの服をでもいい。まあそんな感じは出ていましたけれども、だって持ってますか？持ってねえよ。持ってたらキモいだろうよ。なんで着れるんですか？どんなのが男のショーパンツなの？じゃあ大体殿方にもあるって言うじゃないですか。じゃあ何あるの？ね、ほら、ちなみに佐藤さんどんなの？なんでこんな怒ってんだ二人。ちなみに佐藤、まあいいや、そっちのなんか男性諸君、まあ基本男性しかいないからさ、聞くけれども、じゃあもう皆さん目つぶりなさい。目つぶりなさい。正直に言いなさいよ。ショーパンツ持ってる人手挙げなさい。へぇー。ああ、終わった。目上げてよろし。佐藤くん。どんなの持ってんだい？一番綺麗なやつ。まあ想像したくないけれども、一番綺麗なやつが自分にとってのショーパンツだと。緑色ですか？聞いてないのに。なるほどね。終わった。へぇー、やっぱ殿方にもあるんだね。じゃああれだな。緑のパンツ履いてるときは、なんか頑張れっていう気持ちになろう、みんなで。みんなで？それだって佐藤さんのでしょ。そう、だからもうみんなで、そう、なんか今日は勝負なんだなって思うじゃないか。そしたら、佐藤君頑張れっていうふうにみんなで思えばいいじゃないか。女子でよく言うのは、上下揃ってるといいよねっていう話はするけど、大体の人が揃わない。でも上下揃ってるのは大体普通なんじゃないの？男性から考えると、割とその上下って揃えるもんじゃんじゃねえのって気がするんだけど、そうでもないの？お、さすが最大者は違うね。そうでもねえと。そう、なんか割とみんな、ああそうかもって、なんか気合い入れるときは揃えるかもっていう子がいたりとか、考えたことないよっていう人がいたりとか。あ、そうなの？でも大体そういうのって上も下も揃えるもんなんじゃねえんだ。でもパンツ単体で可愛いのが売ってると、それだけ買っちゃうと、ほら、ああ、そう、上下あ、その上下揃えて着るのはもう完全なる童貞の戯言だと。非常に中二だと。その発想は失礼しました。僕はそう思ってましたけど。何かいいじゃないですか、そういう幻想を抱いてたって。それはちょっとがっかりでしょ。せっかくそういう風なところまで至ってですよ、こうやってピッてやってピッてやったら、なんか全部違ったりとかしたら、うわなんだ違うんだっていう風に思うかもしれませんけども、でも別にそれはそれです、それはそれで楽しみますけれども。りょうこちゃんの勝負パンツを考えようコーナー、やっほー。なんでよ余計なお世話でしょ、余計なお世話でしょ。なんだこれ、いや余計なお世話だよこれ。5つ目、ちょっと5つ目って何、いっぱい来てんの？カブレラさんからもらったぞ。やっぱりりょうこちゃんらしくアポロチョコカラーを基調としたのがいいと思います。バーカ、それ普通だよ。普通だよ。持ってる。普通でしょ。持ってる。だってピンクと黒ってことでしょ。そういうことだね。それは勝負じゃないよね。普段。それは勝負じゃない。普段ですか。バカだな。バカブレラだな。バカブレラだ。何？バカブレラだ。うまいこと言っちゃったね。どうしよう。私ちょっとおかしいかも今日。どうしよう。どうしよう。何言ってんだ私。2通目。まだあんの？もういいよ。ナイアルさんからいただいてますよ。一層清純らしく。何。清純らしく真っ白な。さらしにふんどしなどいかがでしょうか。りょうこちゃんの好きなギャップ萌えってやつですよ。さらしにふんどし。朝めんどくさいね。巻くのね。それはちょっといただけないな。ふんどしはでもいいんじゃない？なんで？ギャップ萌え？だって別に履くの大変じゃなくね。
もうあれ履いたことねえか分かんないけど。ギャップ、それじゃあそのこれ多分ふんどしってこう後ろに垂らしてて前にあこうしてこうするんだよね。もうその作業がちょっとやだ、乙女チックじゃないもん。そうだから後ろなんか後ろにこうタラーンとして T 字になってるじゃない、うん、T 字になってて、うん、その T を後ろにこう T をっていうなで前で結んで後ろからこう、もうその作業が乙女チックじゃない。お腹のその結んでるところをこう通って前に垂らすんでしょ。クラシックパンツですよね。クラシックパンツです。何を言ってんの。クラシックパンツです。田舎っぺ大将の勝大左衛門が言ってました。クラシックパンツを買いに行くっていう会があったんですよ。うーん、座った方がいいよ、遠いもん。今はもうふんどしをつけている男の風情で喋っていたけど男の人はまだいいけどさ胸を張ってね。あ、そうそうそう、知ってんの。女性用もあるのは知ってんの。ただそこがだったら涼子それだよ。神谷さん、エンジニアさんが困るから座ってギャップも言ってるけどさ、萌えなのそれ。女子がふんどしでほっほーってなる。だからその時はもうなんかこういう感じじゃなくて、もうこうだよ、りょうこちゃんがイヤホン届いてないから、こういう風にりょうこちゃんがどうだっていう、立ってればいいの。そう、そしたら燃える。ある意味だってそれ上はラトップレス、そう燃える、そう燃える。ある意味、もうそのある意味いらないある意味いらない、いらない。なんかやだやだ、こういう風に届いたよイヤホン感じで。やだ、燃えないもんさ。私が燃えないから勝負にできない。クラシックパンツも保留です。保留じゃない。キャッカ。次いきます。野間猫の泣くころにさんからいただきました。おい、どうせ、りょうごちゃんのショーパンツを考えようのコーナー宛てとかに投稿しているバカなリスナーがいるのでしょうが、甘い。前にも話題に出たじゃないですか。りょうごちゃんが勝負パンツを持っていないのは、そもそもパンツを履いていないからですよ。何そんなに力説しちゃったんですか。ねえ、いや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 、あれ考えようのコーナーじゃなかったのこれ。最終的に考えようのコーナーだったんですけれども、はい、まあそも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 履いてないのではということが疑惑として過去にあったじゃないですか。ないよないよないって。りょうこちゃんがすごく際どいスカートとかを履いていて、はい、うん、もう明らかにちょっとと角度が変わったら見えるんじゃないかなみたいな感じだけれども、うん、なぜか絶対に見えないのは、うん、そもそも見えないのではなく、うん、履いてないからだという、うん、逆説的な考えです。ねね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 え、え？パードゥンパードゥンもういい。はい、りょうこちゃんのショーパンツを考えようのコーナーでした。超余計なお世話。